はい、皆さんこんにちは。今日も羊蹄松しるべ研究塾、今日は第41回寒流な祭、お帰りなさいじゃないな、寒流な祭、アスパラ、トマト、インゲン、ブッコロ、ブロッコリー、ほうれん草、小松菜、そんなもんかな。なんかまた今日も美味しい料理が食べるそうです。お店は貸し切りいただきます。甘いでしょ。甘いもん。じゃあごめんなさい、これは結構きついね。本当甘いわ。俺食えてないよ。あ、今どうした？マスカットみたいな。これ普通の。これが甘いやつ。今じゃないの。甘い。だから韓国料理の多分タケノコ。もともと甘いんだよ。だから辛い料理が多いから。これもですよ。だからお酢だと甘い酒が。甘いよ。なるよ。甘いか。料理が辛いからね。これ韓国人ガバガバ飲むやつですよね。そう、これがあの映画とかテレビのドラマで出てるやつ。ああ。酔っ払ってガバガバ飲むみたいな。これがビールみたいな。酔っ払ってガーって。これで関係ビールみたいなやつですね。はい、それで今日の料理です。はいはい。韓流に仕上げてあります。まずニラとオクラの。これが何の料理かニラなんですか。ニラ、はい、オクラのナムルです。で、あとトマトも少しあの韓国風のサラダに味付けてあります。で、この唐揚げがヤンニョムチキンという。ヤンニョムって要は韓国語のタレっていう意味かな。で、ヤンニョムチキンってこれがデリバリーでものすごく流行って、向こうの子供たちの大好物。韓国のデリバリーで流行ったと。そう。でもこれヤンニョムチキン食べ過ぎて太っちゃうっていう。ヤンニョムチキンシンドロームっていうのに社会問題になったぐらい。それぐらい人気になる。ちょっと甘口のチキンです。油が多い。油分が多いとかそういう。うん。ピーナッツかかってるしね。油で揚げてる。そういうことね。まあどうぞ召し上がってみてください。で、あとね、これキュウリのこれは追いキムチで、これは辛くないようにつけたつもりだけど少し辛いかもしれない。あとカブの方はお酢につけてありますから口直し。あ、今でもごま油かかってる？うん。これ肉みたいになるぞ。それチキン。これ皿に乗ってるやつ同じ？同じ。あ、同じなんだ。余ったもの。あ、そうです。余り物をどうしたの？で、あとこの後、サムギョプサルで豚肉を焼いて、ね、食べましょう。辛くないね。たこ焼きは？たこ焼きは韓国もだ。いや、ね、あれが繋がってる。いや、本当はね、本当はね、日本海のタコをね、仕入れる予定がね、あの魚屋がね、不幸があってね、臨時休業してたんです。長さ俺電話したらさ、出なくてさ、お店さ、すぐ俺の携帯に入って、いや、今ちょっと病院に行って、袋がなくなったから。おめでとう。ほんと今食べたら食べたら入らないでね。もうタコ入っちゃった。タコだけだとさ、なんかシンプルすぎて、なんか粉だけになっちゃうとさ、ネギは入れるけどね。なんかその三つ葉の連中って、ちゃんとこんなでっかいのさっき言ってたかな。そう。髪の毛入る。今は引っ越したばっかりだから。あ、行けそうだ。そうだ。行けるよね。あ、行きました。私が心配。虫は大丈夫よ。これ入れる。まあね、ハサミの仕組みが元気で見える状況。あ、虫は大丈夫。あ、これも大丈夫だよ。懐かしいな、ハサミ虫。ハサミ虫って唐揚げた。かぶってないんだよ。かぶってはいないね。おお、だいぶ形なした。なってきましたか。おお、立派立派。ちょっ
うまいね、うまいうまい、うん、プロだプロ。みんな褒めればいいこれも結構力いるぞな。これもちょっと怖いのです。でもなんか今回ちっちゃいな、これなんでこんな少ないの。大根の形が面白い。おこっちは何て言うの。カリッカリに読むんだって。なんかアスパラ随分細いな。いやもう細いです。もう遅いんだ。もう終わりぐらいですか。もう終わりです。ああどうなの。もうだいぶなんかプロらしいあるなしだな。プロらしいたこ焼きになってきた。ああいいねいいね。どうぞ。
いやなかなか素晴らしい夫婦愛だよ。ねえ、これね。最高だ。うん。あら。あら。はいよ。はい、はいはいはい。はい、どうぞ。はい。俺は本当になんかプロのたこ焼きだ。大将だ。さあどうでしょうか。やっぱり生姜入ると露天のたこ焼きになったわ。いや初めて食べるな。これな、カルビが結局みんな好きじゃない。韓国も有名になっちゃって、うん、やっぱなんか食べたくなるし、韓国も日本で旅行行くより安く行けるから、うん、かなり入れたんですか。かなり入れてる。うん。骨骨骨。入ってなかったり。ね、二切れは三切れじゃないよね。どぼってるじゃん。うん、結構入ってるから。わかるよな。チーズの味がする。絶対わかるよね。全部溶けてしまわないからさ、とろっと出てくる。そうだよね。さっきなんかね、チーズとか。はい、年寄りから俺。だからね。どう、真ん中いっか。困るね。それは困る。じゃあ、手前で。入ってないと思う。そう。入ってない。え？いや入ってない。入ってないと思う。作ったのがチーズなんだって。あなんてなってたんですよ。これでだってママ食べたからチーズの味しないでしょ。結構いっぱい入ったんだって本当に。まあ、だからチーズのとこ全部食っちゃった後だった。ありがとうございます。